ジョン・チャールズ・フレモント、本ミジョン・チャールズ・フリーモントは、アメリカ陸軍将校で探検家。共和党の最初のアメリカ合衆国大統領、候補者であり、また奴隷制に反対した政治要項を持つ多数党からの最初の大統領、候補者。自らを、意外な開拓者の称号で名乗った。カリフォルニア州から、初めて選出された、合衆国上院議員の一人でもある。フレモントは、 ジョージア州サバンナで生まれた。彼の先祖は歴史家に議論されている。1902年のフレモント家の家系図によれば、彼はバージニア州の目立った社交家アンビバリー・ホワイティングの息子で、アンは1807年5月14日、ノーフォーク出身の貧しいフランス人亡命者でフランス語教師のルイ・レネ・フレモントと再婚した。ルイ・レネ・フレモントはジャンルイ・フレモントの息子で、 ジャンルイはケベックシティの商人でパリ近くのサンジェルマンアンレイから来た移民のチャールズ・ルイ・フレモントの息子となっている。しかし、アンドリュー・ジャクソンの電気の著者である HW ・ブランズはフレモントはアンとチャールズ・フレモンの間の子供で、後にフレモント自身が E にアクセントをつけてトンを追加したと記載している。彼は非着室死でその社会的なハンディキャップを 民主党を率いた奴隷所有者トーマス・ハート・ベントンのマナ娘ジェシー・ベントンと結婚することで克服したという説が多くの人に信じられている。フレモントはアメリカ合衆国西部の多角的測量の遠征を手伝いまた率いた。1838年と1839年彼はミシシッピ川とミズーリ川の間の土地を探検するフランス人地理学者 ジョセフ・ニコレットの手助けをし、1841年、ニコレットからの訓練で、フレモントは、ミシシッピ側の支流のデモイン川の大部分を地図にした。1841年から1846年、フレモントと彼のガイドのキッド・カーソンは、オレゴントレールを通って、シエラネバダ山脈に入る遠征隊を率いた。シエラネバダの探検の間、フレモントは、 他方向を見た最初のヨーロッパ系アメリカ人になったことは広く認識されている。彼はまた、グレートベースンは海への水のはけ口がないことを救命し、セントヘレンズ山などの火山持ち図に起こした。1846年春、フレモントは国務省の命を受けてロッキー山脈からコロンビア側に到着する最短ルートを求めてカリフォルニアに到着した。 当時のカリフォルニアはメキシコ領で首都のメキシコシティからは遠く離れ人口わずか1万人の辺境の地だった。フレモントはホセアール・ベレエサとラモンとフランシソの双子のデハロ兄弟の息子の3名の民間人の殺害を現在のサンラフェルの近くで命令した。この殺人はフレモントの政治生命を妨げ彼が望んだ。 最初のカリフォルニア州のアメリカ人知事の地位につくことを阻んだ。半世紀後にこの殺人について書いた歴史家ロバート・ a トンプソンはカリフォルニア州民はこの日のことを激しい情抜きでは口には出せないと記している。その同年、フレモントはカリフォルニア軍事総督のカストロに探検の許可を求め、カストロも一旦はこれを許可するが後にカストロは フレモントのカリフォルニアでの行動に疑問を感じ、探検の許可を撤回する。しかし、フレモントはこれを無視して、探検を断行。さらに、地元の入植者を独立運動を先導して、メキシコ当局に対して反乱を起こさせたという。これは、米北戦争の発端となった。ウィリアム・アイダ率いるカリフォルニアの反乱軍は1846年6月6日。 カリフォルニア共和国の独立を宣言するが、同国は7月5日、ロバート海ストックトン海軍巡将を率いる、アメリカ艦隊の上陸と共に合衆国に吸収されていく。その後、合衆国基盤ライフル部隊の中佐となったフレモントは、ストックトンの指揮下で行動し、米国戦争の間、カリフォルニア州サンタバーバラの占領のため300名の軍事遠征隊を率いた。 彼は、部隊と共にサンマルコス峠を通って、サンタイネス山役を越え、トリゲト町を占領した。1847年1月、この戦争で負けたアンドレ・ピコ将軍は、負傷者を増やすことを避けて、後に降伏し、カフエンが条約を調印、カリフォルニアにおける、米国戦争は終結する。1850年、地形測量公隊の一員として、 北アメリカ大陸西部において地理学へ貢献したとして、フレモントはイギリスの王立地理学会から金メダルを贈られた。フレモント大佐がロッキー山脈に米国旗を建てたとアピールする大統領選ポースター金欲主義、フェミニズム、社会主義、自由恋愛、カトリシズム、人種平等をフレモントが公約する風刺が1847年1月16日、 ストックトン淳将は、カフエンが条約の後、フレモントをカリフォルニア州軍事知事に任命し、カリフォルニア州における米国戦争は終わった。しかし、フレモントより地位が上で、自らを正当な知事と信じていたアメリカのスティーブン・ダブカーニー将軍は、連邦政府に対して命令を下す権威は自分にあることの確認書を要求するとともに、自分の許可を得ず、 知事に就任したフレモントの行為は反乱罪に当たるとしてフレモントを捕まえてワシントン DC に送還しそこでフレモントは反乱罪を宣告されたしかしジェームズ・ポーク大統領は即座に彼を許した1849年12月20日カリフォルニア州議会の投票でフレモントと民主党のウィリアム・グウィンの2名が 初代のカリフォルニア州選出が衆国上院議員となった。フレモントはグウィンより多く得票したものの、抽選によりフレモントは先に改選される短い方の任期となり、1850年9月10日に就任し1851年3月3日に任期満了で退任した。1856年、新しい共和党は彼を最初の大統領候補者に指名した。 1856年の合衆国大統領選で、彼は当時アメリカ党の候補者、ミラード・フィルモアを上回ったが、ジェームズ・ブキャナンに敗北した。選挙人団の得票数ではカリフォルニア州で負けた。フレモンとは南北戦争時は、少々で1861年5月から11月までの陸軍の西部方面局の司令官として務めた時期は賛否両論がある。 フレモントはどちらの側にも軍や物資を供給しないのであるならばミズーリ州に中立のままでいることを許可するとしたプライス・ハーニー協定を交渉したウィリアム・エス・ハーニーの後を継いだ。フレモントはナザニエル・ライアン将軍に正式にミズーリ州を北軍側につけるよう命令した。ライアンはフレモントより前にハーニーの後を継ぐ。 西部方面局の臨時司令官に任じられていて、最終的にはライアンが後を継ぐ予定だった。一連の戦いでライアンは、クレーボーン・ジャクソン・ミズーリ州知事を強制退去させ、親合衆国の州政府を導入した。8月のウィルソンズ・クリークの戦いで、ライアンが殺された後、フレモントは州に戒厳令を導入し、脱退論者の私有財産を没収して、州の奴隷を解放した。 この指令が水売り州を南部の側に傾かせることを恐れたエーブラハム・リンカーンはフレモントに指令を改正するよう求めた。フレモントはこれを拒否し、彼の妻にこの件を弁護させた。リンカーンはこれに応じ、布告の破棄とフレモントの解任を1861年11月2日に命令した。1862年3月、 フレモントはウェストバージニア州で違うポストに再任したが、ストーンウォール・ジャクソンとの数回の戦いに敗れ、辞任した。フレモントはつかの間、強硬な奴隷制撤廃論者の集団、共和党急進派の候補者となった。リンカーンの立場を転覆させようとしたが、1864年9月に、この選挙運動は断念された。1866年、 フレモントはパシフィック鉄道の資産をサウスウェストパシフィック鉄道に再編成したが、これは後にミズーリ州によって再入手された。1878年から1881年、フレモントはアリゾナ準州の知事に任命された。1890年7月13日、彼はニューヨークシティのホテルで腹膜炎で死亡し、ニューヨーク州、 ロックランド軍のロックランド墓地に埋葬された。フレムは植物の学名で命名者を示す場合にジョンシー・フレモントを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはジョンシー・フレモントに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。